ババーン、アマゾンから荷物が届きました。イエーイ。さあ今回もね、買いすぎないように本当に必要な本当に欲しいものだけを厳選して購入してきました。してきましたというか、アマゾンでポチりました。でね、まとめて届きましたね。最近置き配っていうの、僕も置き配はね大賛成なんだけど、いつも受け取るのめんどくさいじゃん。だけどなんか置き配してくれる時としてくれない時があって、今回はまあ普通に受け取ったんだけど、前は置き配してくれたんだよね。置き配皆さん賛成ですか反対ですか。まあ確かにね、防犯的な意味もあるけど、防犯ん、まあなんか盗まれちゃうリスクはあるけどね。そんな高価なもの、まあ買うけどね、カメラとかね、まあカメラとかそういう高級なもの買うときは置き配にしてもらわなければいいんだよね。今回とかもね、そんなに合計金額高くなくて4216円です。はい、じゃあ見ていきましょう。まずね、これボックス買いしました。ババーン、誘導シャープさん、リュウソージャーの誘導のシャープさんですね。誘導ってどういうやつかっていうと、あの食玩のアクションフィギュアのシリーズの戦隊のやつです。ウルトラマンとか超導って名前だったり、総導って名前で仮面ライダーが出てたりするんだけど、その中でもまあ賞味期限切れてねっていうね、あ切れてないか、あまだ切れてないか、ギリ切れてないから売れるんだね。うん、2020年の9月まで、今まだ8月なんで切れてないから売れるんだろうね。でまあボックスでこれね、なんと12個入りなんですよね。でね、定価が、あ定価載ってない、アマゾンが定価消しちゃってるな。まあ、結構高いんですよ。これがね、700円で買えたんです。ワンボックス700円ですからね。普通1個500円ぐらいで、それが12個入ってるって感じだから、まあ1個ちょっとでワンボックス買えてよっていうね。ただね、誘導のこれね、リュウソージャーの誘導の3なんですよね。だからリュウソージャーは全員揃わなくて、レッドと追加戦士と、あとアーマーと敵の戦闘員かなって感じなんですよね。だからまあ人気も出なかったのかなっていうか、売れ残ったのかなって感じなんだけど、まあ700円ならね、戦闘員がもう欲しかったし、あとまあリュウソージャーもね、まだね最初の2話ぐらい、2話、もうちょっと見たかな、3話ぐらいしか見てないんだけど、リュウソージャーの誘導が700円だったので買いました。今はちょっとね2000円とかに上がっちゃってるんだけどね、まあ買いましたってことで。次はね、ちょっと古い、もう売れ残り商品っていうか感じですね。なんかすげえ色あせてるな、これ。キューレンジャーの、宇宙戦隊キューレンジャーのデラックス、キュータマコックピットセットの1と2を買いました。そんなに安くなかった。1が680円だったんかな。で、2が800円。結構高いんですよ。うん、まあ、定価に比べたら全然安いんだけど、これね、中古で買うとなかなかないんですよね。何かっていうと、キュータマってさ、まあなんか絵代わりするけど、本編でロボットにキュータマで乗るときって中にさ、キューレンジャーが乗ってるじゃん。それを再現してるんですよ。だからフィギュアがついてるんだよね、ミニフィギュアが。このミニフィギュアが大体中古だと欠品しちゃってるし、まああっても1個100円とかだったりするから、トイプラとかでも。まあ、ちょっと箱とかボロって、開けたらあるんかなこれね。うん。あ、これほぼ新品だ。これ中古商品だったわ。ほぼ新だった。ほぼ新。はい。見えないかな、うん。まあ、よりリアルなキューレンジャーのロボを再現したいなと思うときに使えます。キューレンジャーはね、ロボのシリーズがマジ最高なんですよね。だからね、買いました。はい。これは前から欲しかったんだけど、まあ、今回ちょっとね、なんで買ったんだっけ、まあ、ついでにって感じで買ったんかな。うん。最後はね、一番ちっちゃくて一番高いものです。こちら、ババン、ナインタイルっていうカードゲームというかボードゲームの一つ、カードで遊べるカードのボードゲーム的な、なんて言うんだろうな、カードゲームって言ってもトレカとは違って普通にボードゲーム的な感じで、一人でも遊べるし、まあ2人から4人って書いてあるけど1人でも遊べるんですよ。この説明するのまた難しいんだけど、まあ、調べてもらえば出てくるんだけど、こういう感じのね、まあ、タイルに見立てたカードがあって、裏と表に絵柄があって、お題が出てくるわけ。そのお題通りに並べるわけ。こう裏と表をこう入れ替えてっていうね、頭を使う系のゲームで、まあ他の YouTuber さんとかとバトルしたりするのも面白いかなと思って、ボードゲーム系はどんどん買ってるんだけど、またね、ナインタイルがね、定価以下になってたんで買いました。思ったよりちっちゃくてびっくり。トランプと同じぐらいで、これ2167円ですからね。2000円超えるんですよ。しかも、
2000円超えてるのにこれ定価以下ですからね。定価は2420円でそれが2167円になってたっていう、 10% オフで買ってるけど2000円超えてるっていうね。ナインタイルです。はい、これ面白いですよ。まあ今度ね、まあ他の YouTuber さんとコラボとかできたらね、こういうやりたいと思いますんで、皆さんぜひねコラボしていただけると嬉しいです。今僕ねボードゲームコラボしたくて、まあ、普通に一緒にボードゲームやるだけでいいんで、ボードゲームは僕が用意できるんで、はい、やりましょうということで、いいね、これは安かった。まあ700円だから買ったの、安かったから買った感じはあるんだよね。本当はそういう買い物って良くないらしいんだけど、まだちょっと癖が抜けてないのかなって感じで、1,2,3,4 個か今回しか買ってないんだけど、 Amazon からお荷物が届いたので、購入品紹介していきました。はい、ということで今回の動画は以上です。今回購入したものの、Amazon リンクね、説明欄に貼っとくんで、そこからぜひねチェックしてみてください。気になるものがあった方はね、ぜひそこからチェックしていただけると嬉しいです。下ね、下。はい、ということで今回の動画は以上です。この動画が良かったなと思っていただけた方はね、評価ボタン押しててください。それではまた、バイバイ。